ここは、みんなで切り開いた村じゃねえか。どうしてだよなんで燃えてるんだよとにかく早く火を消さねえとおあれは、六家族のおい大丈夫かくそ ひどい怪我だ一体どうしたってんだよリュリュお前のせいだえお前がこんな妙な村を作らなければ異なる種族が暮らす村など初めから絵空事ごとだったんだ <laughs> <laughs> おいしっかりしろおいおいって <laughs> 俺のせいなのかた助けてくれ あいつかあいつの仕業かあの野郎、絶対許さねえあこの刀は、確か、マスキュラの刀だマスキュラ、ラキシ、それに、みんな、そうだ。 確か俺は北グラスティアで妖精国に向かっていて。お、思い出したぞ。今は雪山にいるはずだ。そうか。分かったぞ。俺が見てるのは、幻だやっぱりそうだったか。危なかったぜ。ここは、 くそ真っ白で何も見えないぜみんなはどこ行っちまったんだみんな、待ってくれ違うんだあ、この声は落ち着いて俺の話を聞いてくれ王子じゃない奴の話なんか聞いてられるか要はあんた、俺たちを担いでたんだろ あんたが王子じゃないと分かった以上、こんな国にいつまでもいるわけにはいかねえな。確かに俺は、王家の血を引いていないのかもしれない。それでも、みんなが平和に暮らせる国を作りたい。その気持ちは本物なんだ。どうか信じてくれそんなヨタ話信じられるかよ。お前ら ここから出てくぞお主には失望したわいすっかりだまされたぜがっかりだわみんな待ってくれもう一度話を聞いてくれ王家の人間でもない奴に誰も用なんかねえんだよあ、はあ なああんたたちも早く城から出て行った方がいいぜあんたたちみんないつの間にせいなそれにナームまであもしかしてみんなも正常を出ていくつもりなのか 待ってくれそんな、みんな、みんな、言ってしまった。みんなが支えてくれたおかげで、ここまで来れたのに。これから一人で、俺はゼシアや平和な世界を取り戻せるだろうか。<laughs> それでも、ここで諦めるわけにはいかないんだ。ここまで助けてくれたみんなや、出会ってきた人たちの思いを、俺は無駄にはできない。たとえ俺が、王家の人間じゃなくても、たとえ一人でも、俺は、何言ってんだよこの声は、お前は一人なんかじゃないだろ 竜か聞こえるんだなさあ、早くこっちに戻ってくるんだ戻るそうか。この風景は。いいぞお前が今見ている景色は全部幻なんだそうだ。俺は今、正常にはいないはず。ああ、考えてみろ お前の仲間に、お前を見捨てて正常からいなくなる奴なんていないはずだあはっさあ、目を覚ませ起きるんだああ。リュウカ。気づいたんだな。よかった。 大丈夫か立ち上がれるかあ、ああ。まだ足元がふらついてるな。だいぶ長く幻覚を見てたみたいだからな。よし、これを飲むんだ。フォレスティア秘伝の着付け薬だ。徐々にだけど、効いてくるからな。ありがとう。 さあ、みんなを探さないとな俺に捕まるんだリュカすまない謝る必要なんてないだろさあ行こうぜ薬のおかげで体が回復してきたみたいだもう一人で歩けるよ おいおい、まだフラフラしてるだろ。無理すんなよな。お前は絶対に妖精国に行きたいんだろ。ああ、もちろんだ。でも、自分のわがままに、リュカやみんなを巻き込んでしまって、すまないとも思っている。あのな、そうやってすぐ遠慮するのやめろよな。まあ。 それがお前のいいところでもあるけどよ。俺は、自分で望んでここに来てるんだから、そんなのは気にするなって。実はな、グラムスに行く前にランザーブに聞かれたんだ。自分が何をしたいのかって。ランザーブにああ。それで、俺なりに色々考えたけど、俺はやっぱりまず、 お前の正体を見届けたい。俺は、お前の自分のことをもっと知りたいっていう気持ちを大事にしたいんだ。お人好しなお前が自分のために何かをしたいって言い出すなんて、初めて聞いた気がするからな。俺はそれを全力でサポートする。そう決めたんだ。だから、もっと俺を頼ってくれ。 心配するなよな。お前が何者だろうと、全部ひっくるめて受け入れるつもりだからよ。俺は、お前のダチだからな。お前がどこの誰かなんて関係ない。みんなもきっとそう思ってるはずだぜ。竜カ、ありがとう。どこまでも許しがたき男よ。 あっ自然の断りに背き、落語すべきものを創除し、生きながらえさせようとするとは。外苑、また幻かいや、違う、本物だくそこんなタイミングで ウヌの振る舞いは、ことごとく邪道なり。悪兵を広める者は、やはり叩き潰さねばなるまい。脆弱な者どもの慣れ合い、もはや一刻も見るに耐えん。ネガマスカレード、展開あ、く、やるつもりかよ。 おい体は大丈夫か戦えるかああ、もちろんだ。無理はするなよ。俺がお前をフォローするからな。さあ、来やがれ。相手をしてやるぜ我らは強腕。手を滑る万不当の強腕。我らは、アギト 鍛え上げた我が六体をもってして、ひたすらに淘汰してくれるわ さあ戦教えてややろうのの道聖この程度やはり脆弱つまどうよ <laughs> これにてチェックメイトですわ yeah うんくだらぬくそ、やっぱりこの程度じゃあいつを倒せねえ打者ク同士が手を組んだとて打者クであることには変わらんっっあっ そう。まだ本調子じゃないか。それにこっちは二人だけだ。このままだとまずいぜ。弱き者から順に到達される。それこそが正しき秩序にして断り。打弱を守れば、うぬもまた打弱へと落ちるのは自命。まずは、その男を見捨てよ。 その意志こそが、手を正しく高みへと押し上げるのだうるせえこいつは俺のダチだ見捨てるわけねえだろ未だ斧が滅亡の道を歩んでいることに気づかぬかならば、多弱な者同士、まとめて滅するがいいはあ <laughs> 何者だこれ以上二人に手出しをすることは許さん。ガトフ二人とも遅くなったな。よくぞ持ちこたえてくれた。二人ともーみんなリュウカこんなにボロボロになるまで。 王子を守っていたのですね。すぐに回復を兄様も無事でよかった体の中でマナの流れが乱れているようですね私に任せてくださいこれできっと 大丈夫なはずです。体が軽くなった。ゼーナ、ありがとう。助かったよ。なあ、これで分かっただろう。お前がどこの誰であろうと困った時にはみんなが駆けつけてくれるんだ。それが仲間ってもんだからな。竜か、ありがとう。 くだらん。一人で立つことができぬ者同士が、脆弱さから目を背け、慣れ合い、見抜くき性に執着し、しがみつくかうぬらの独善が、主を破滅へと導くことに、何故気づかぬかあんた、悲願でるだけでしょダーリンとリュカをいじめてくれたお礼は、たっぷりさせてもらうわよ <laughs> てめえが知ってるのは、一人よがりの強さだけだろうがそのでけえ図体に、仲間の強さってもんを叩き込んでやるぜわめくな群れなす弱きどもようぬらをまとめて淘汰してくれるわ さあトータ戦教えてやろうトータの道聖堂を、うん、この程度とやはり脆弱わしこそ聖堂うぬわじゃどうよ目覚めろ秋田パァンク不幸の六体強人だろう我が肉体は ブラブラ弱ラのニいなど無駄 <laughs> これにてチェックメイトですわ <laughs>